はい、どうも、沖縄の鈴木でございます。さあ、昨日見つけたこの村、今日はね、ちょっとこの村を、住みやすくしていこうかと思っております。ちょっと周りに柵を作ろうと思って作業を開始したけど、まあ、いろいろと、ちょっとこの村の周りもぐるーっと見てみるか。どのぐらいね、とりあえずちょっとこの上の方、ここ、これ、どうしよう。ちょっとあそこまで登るのって結構大変だし、道作るのも大変だよな。どうしようかな。どんな感じで柵作って脇釣りしようかな。しかしまあ変なところに畑があったりするもんだよね、これ。どうしよう。なんか途中のところにもあるし、ちょっとこっち側確認してみるか。結構道がガタガタ。よいしょ。ああ、向こうまであるのか。で、また、中間の変なところにも、ここにも畑があって、これをうまく活かせる構造ね。どうしよう。あっちまで、どうしよう。どうしよう。とりあえず周りぐるっと見てこよう。そういえば昨日ね見かけた砂地とかあの砂山とかも気になるしな。なんかちょっと近くで作業していて村がゾンビに襲われて村人がつって結局資源がまだ全然ないから。第一拠点、ちょっとあの村から離れたところにしよう。なんかいいとこないかな。あんなとこで作業してたら村人絶対殺すよ。ベッドがあっても、戻る間にやばいって感じになっちゃいそうになるよ。で、どうしよっかな。やっぱ海ないかな。まあ、とりあえず昨日の、話しながらやってると足元が、おろそかになる。昨日のあの砂山あれ見に行くかな。こっち側だよね、確か。こっち方面。あの砂の、ね、変な山のところ。あ、これか。この辺りやっぱ家作れたらかっこいいかもしんないよな。悩むな。ここね、かっこいい家作りたいよな。なんかすーげえかっこいい、ここ作れたら。今日砂崩れてきそうな感じもけど、ここらなんかかっこいいよな。なんか使いたいな。けどこういう風に作りたいっていうイメージが今湧かないから、まあ、ゆくゆく、お、穴がある。おお、こういうとこ掘っていったらまた楽しいか。掘っていったら探検か。してったら楽しそうだし。ここなんかやりたいわ。どうしようかな。ここを拠点にしようかな。まあ、ちょっと上の方まで登ってみるか。この上のあたりからちょっと。なんかあればいいんだけど。なんか見えればいいんだけど。なんかあるかな。ちょっとあっちの方が気になる。行ってみるか。海とかなんかあればいいんだけど、とにかく海岸に家を作るっていうのが、まあ、なんだろう、今回夢でも、夢今回ね、やってみたいことでもあったんで、海岸とかあればないんだけどさ、昨日あれだけ探し、なんか海じゃね？ここ。あ、海？あ、いいじゃん。オッケー。この辺りに家作ろっかな。最初の拠点この辺りにして、あ、あの出っ張ってるとこいいかもしれない。ここ。この辺りに家作って、これ最初の拠点ね。それで、さっきの村とか、ちょこちょこ、やりに行くっていうのがいいかもしれない。よし。
じゃあこの辺り、うん、で海底神殿とかあればいいし、よしよしよし、じゃあこの辺りに拠点作っていこう。うん、いいなぁ、いいな、ここ。よし、この辺りに拠点で決定していきたい。あら？あれ？あれ？ちょっと待って、あれだに？はい？え？これさっきの村じゃないよね。え？なん、あ、あれ？アカシアの屋根の、あれ？さっきの村？え？こんな近いはずがないしさ。あれ？鍛冶屋の位置ちょっと違ってるから、教会ないし、別の村？だよな。だって俺作業用に置いたチェストとか、ないし。え？はい。え？え？え？こんな近くにもう一個村？とりあえず寝よう。あれ？もうちょいか。なかなかいい夕焼けでございます。まあいいや、というわけで朝になったんで、どうしよう。こちらっす。どうしたらいいと思います？うん、どうしよう。答えてくんない。ちょっとあの鍛冶屋の中身だけもらってこよう。とりあえず近すぎるからね、こっちのさっきのあのところ、あそこ拠点にするのちょっと諦めるか。これもらってきますよ。あ、鉄金。あ、ダイヤの馬よる。いいもんあるね。いいもんあるっすな。これもらってきます。どこでしょう。いいもんあったじゃんよ。じゃあちょっと、とりあえずこっちちょっと諦めて、それもここから、離れたところ、離れたところ。うん。ちょっと離れたいいところに、だから、そこで作業してても、ここの村が襲われないような場所、そこを発見して、今度こそ本当の拠点作り。それやっていこうと思います。どっち行こうかな。まずこっち行ってみよう。あとでこっちも行こう。木の生えてるあたりまで行ったら、まあ、Uターンして、向こう行こう。なんか、海底神殿が見えるような海辺、ビーチのところに家つく。ああ、けど、どういう風な感じの家がいいかな。リゾート風はなんか嫌だな。なんか、海辺の都市風っていうのがなんか、いいかもしれない。そんな感じでね、家を作って、町を作ってっていう感じ。で、あ、いいや、この村から、村人を移住させるとか、まあ、この村を、そういう風に発展させていく。うん、そんな感じでいいかな。しかし、村二つも見つけちゃうとはな、前回見つけて今回また見つけちゃうっつうのも、なんか面白い地形だよね。さすが、1.10。なんか動物も多いし、いいな。よっしゃ、頑張るぞー。ただ前のワールドどうしよう。もうちょっと向こう行こう。ちょっと砂地が見えてるんで、向こうの砂地の方まで行ったら Uターンして、向こう側を見てくるっす。けど砂地ばっかり断崖面白くないかもしんないな。どうしようかな。もうちょっと向こう行ってみよう。どのあたりに家作ろうかな。よいしょ。このあたり、面白そうだな。
でこの辺りに家作ってこう船でここから出ていけるような感じ。あ、それいいかもしんない。よし、とりあえず向こうが反対側見に行ってきます。さあ反対側、反対側。おう、ちょ、こっちは歩きづらいから、歩き、もうちょっと向こうの陸地側歩きゃよかった。海岸線沿って歩いてるんでちょっと歩きづらい。やっぱり向こう側に戻って向こうで作業するかな。あー、けどこうやって出っ張ってるところをここらでっていうのもいいな。なんか豚いるし、なんか海底神殿とか見えるような。あー、こっちが外海、外海なら外海って変な感じ。うん、こっち側もいいな。うん、豚いっぱいいるし。どっちにしよう、向こうにするかこっちにするか。もうちょい向こう行こう。もうちょっと向こう行きます。あ、あの木のいっぱいあるあたり、あれ作業には困らないかもしれないな。うん、豚いっぱいいるし、っていうか豚はあんまり食べないよ、食べないよ。もう豚を増やす。海底神殿とかこれであったら海底神殿近くっていうことで面白そう。このでここは穴か。こっちも洞窟。ほう、洞窟探索には良さげ。このここの出っ張ってるここをもうちょっと広ければここでもいいんだけれど、海底神殿とかはまあ見えないな。どうしようかな。この辺り、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 まあ悪くはないな。ちょっとその木が多いっていう辺りで、この辺りとか良さげっすな。この辺り、つく。え？ちょっと待て。ちょっと待て。なんで作ろうと思ったポジションになると必ず村があるのかな。え？なんか、え？もうどうコメントしたらいいかわかんねえや、これは。なんか、バグでプレイヤーの後を村が追っかけてくるとか、そういう仕様があるとか、そんなわけのわかんない仕様はないっすよね。ないよね。あるはずがないよね。そんなバグがあったらどうしようって感じだけど、まあ、移動する村？まあいい。まあいいよ、ここの鍛冶屋でまた、なんかもらってくよ。あ、けどこっちの村はさっきまでの村と違って、真っ平らなところにあるから、お！いきなりダイヤ3つで、鉄の鶴橋、あら、あら。装備もなんか、あとは、ちょっとだけやん。こんだけで鉄あったら鉄装備も作れちゃうし。あらまあ、どうしましょう。ここ村人落ちたらかわいそうだね。ちょっと持っている土とか砂とか。こんなもんしか持ってないけど。もう軽く塞いで、どうしよっかな。あ、もう終わりだ。こんなもんしかないな。じゃあ、ここね、さっきの村みたく、あんまりこう、なんだ、段差がないから、なんとか今の段階でも、フェンス作ったり湧き潰しとか、できないことはないかな。とりあえずちょっとこの村、なんとか湧き潰し、フェンス作ったりして、ちょっとこの村中心に活動していこうかな、なんて思っております。はい。よろしければチャンネル登録やコメント評価よろしくお願いします。おいでまた。はい、今回はチャンネル登録の方法をご説明いたします。パソコンの画面からの場合は画面の右上、こちらにですねチャンネル登録というこの赤いボタンがあります。これを
押すだけ、これでチャンネル登録が完了いたします。そしてスマホからの場合、これはですね、まあ、スマホから、YouTube のチャンネルの方に移動すると、はい、このように、タイトル名の下にチャンネル登録という赤い文字があるので、これをタップしてください。これだけでチャンネル登録完了でございます。よろしければぜひこのチャンネルへのチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは